ボートレース小島美南協定事業組合41周年記念競争開催4日目、いよいよこのレースでシリーズのベスト18メンバーが出揃うことになります。最終第12レースは記者選抜戦。1号艇には大島和也、2号艇には鈴木博士、3号艇には井上圭一、4号艇には田中貞夫、5号艇には永井源、6号艇亀山正幸。以上6選手の対戦12レースは記者選抜戦です。1、2、3、4、5、6の枠なり進入となっていきます。このレースは内枠の大島、鈴木に人気が集中する一戦となりました。1番人気1号艇大島インに加えて2コース2号艇の鈴木、2連単の1番人気は 1-2 の組み合わせ 1.7 倍となっています。センター3コースが3号艇の井上圭一、4コース下げて角1が4号艇の田中、5コース今日連勝のチャンス、今日の進入固定戦はインから押し切ってシリーズ初勝利、5号艇長井サイアウト、6コース6号艇の亀山となりました。進入スタイルは3対3、枠番通りに収まってスタート10秒前です。4日目最終カード第12レース記者選抜戦。インコースから1番2番3番ダッシュ、4番5番6番です。今スタートしました。1コースがゼロ台、スタートは1号艇の大島和也、白1枠陰線お尻体勢、1号艇の大島、2号艇鈴木、さす3号艇の井上が攻めていきます。幕内から5号艇の長井、切り込んでは6号艇の亀山旋回しておりますが、ここは押し切った1号艇の大島和也、2番手線まくった刺したの2号艇、3号艇並走、内は2号艇の鈴木、外は3号艇井上、最初から5号艇の長井、一周にコーナーの旋回、スタートは正常、2番手先頭は2号艇の鈴木、3号艇の井上はどうする、外を回す、くるっと4号艇の田中点火ついて5号艇の長井は入ります。先頭は1号艇の大島、2番手が2号艇の鈴木、3番手が3号艇の井上、上位体系は1、2、3でレースは2周目と移っております。1枠へと向かって先頭は1番人気の1号艇の大島和也、2番手が2号艇の鈴木博士、3番手が3号艇の井上圭一、くるっと合わせる5号艇の長井は4番手、上位体系1、2、3、その後方を水がいて5号艇長井、6号艇の神山、最後方は4号艇の田中、レースは2周目枠の旋回です。先頭は1号艇の大島和也、2番手で続くは2号艇の鈴木博士、3番手でクリア3号艇の井上圭一、上位台形落ち着いて大島和也、鈴木博士、井上圭一の1、2、3でレースは残り1周を切っております。このレースインからトップスタートコンマ07、しっかりと押し切って人気に応えるは1号艇の大島和也、2番手が2号艇の鈴木博士、3番手が3号艇の井上圭一、上位台形落ち着いて1、2、3、2連単1にダントツの1番人気は 1.7 倍、3連単1、2、3、こちらも人気サイド 5.4 倍を示しております。ラストコーナーの旋回シリーズ3周目、オール3連的パーセントを1号艇の大島、2番手が2号艇の鈴木、3番手が3号艇の井上、上位の体系は1、2、3、先頭1番大島ゴレ、2着2番の鈴木ゴレ、3着3番井上ゴレ、5番の永井ゴレ、6番神山、ラスト4番田中ゴレ。以上小島第12レースでした。